倉は、宮尾富子による日本の長編小説。1992年3月から1993年4月まで、毎日新聞長官に連載され、1993年に、毎日新聞社より上下官で刊行された。後、角川書店から、角川文庫版が刊行されている。大正昭和初期、越後の名手、東霊の倉元、田之内家を舞台に、 後取り娘の盲目の美少女、列を軸に過酷な運命を生きる家族の愛憎と絆を描く。連載中から大きな反響を呼び、映画、テレビドラマ、舞台作品化もされた。大正八年、新潟県亀田町の大地主で、酒蔵、東霊の蔵元でもある田野内家の当主、伊蔵と妻、加穂の間に、女の子が生まれる。夫妻の間で、 過去8回妊娠した子をすべて失い、9人目にして、ようやく授かった、健康な女子に依存はあえて、列という力強い名をつける。出産で健康を害した過保に代わり、列は過保の未婚の妹でおばにあたるサホに育てられ、周囲の期待通り、賢く美しく成長するが、小学校入学を前に、網膜色素変性症で、やがて失明すると宣告される。 ショックを受けた列は心を閉ざし、小学校にも行かず、自邸に引きこもるようになってしまう。母、加穂は自分の生命に変えても、列の目を治したいと思うあまり、病心も帰りみず、越後33箇所、観音札所巡礼の旅に出て、途中で倒れ、自分が死んだら、佐保を遺蔵の御妻とし、列の母親として欲しいと言い残し池を引き取ってしまう。列と佐保は、 実の母子同然の絆で結ばれており、佐保自身義兄の遺像にずっと密かに思いを寄せており、誰もが、佐保が遺像の5歳となるのが最良だと信じて、疑わなかった。しかし度重なる家中の不幸に疲れた遺像は、それを分かっていながら若い芸妓籍に心を奪われ、無理やり5歳に迎えてしまう。佐保は、いたたまれずに黙って実家に逃げ帰るが、列の懇願と遺像の誠意に、 生涯をかけて、列を守ると近い田の内家に戻る。間もなく関は、田の内家の後取りたるべき男子を生むが、思わぬ事故で死んでしまい、遺蔵との夫婦仲も破綻する。遺蔵自身も病に倒れ半身不遂となり、列も14歳の時に完全に失明してしまう。すべてに絶望し酒蔵を手放す決意をする遺蔵しかし列は全盲のハンディをも超えて、自分が、 他の内家と、東霊の蔵を継ぐと宣言する。酒蔵は、女人禁制とされた、時代、遺蔵は、列の障害はともかく、いくら賢い娘でも蔵元を継がせることなど、考えられなかったが、ついには、列の熱意に押し切られ、酒造りを再開する。蔵を受け継ぎ守り抜くことが、自分の生き方だと信じる列。遺蔵は娘を、 将来の蔵元にふさわしく教育することに生きがいを乱すのだった。年頃の美しい娘に成長した列は、若い蔵人、両他に許されぬ恋心を募らせていく。田の内家の生活に馴染めずこの家を出て、自分らしく生きたいと望む席。遺蔵への思いを押し殺しき娘のまま事実上、田の内家の女主人となっても、自分は、遺像の妻ではなく列の本当の母でもないと苦しむ。 サホ、過父長性的価値観に縛られ、関と仮面夫婦を演じ続け、本当に大切な女性であるサホに何もできず、列の恋を許すこともできない異像。それぞれの思いが交錯する中、列は良太に思いを伝えるべく、家を抜け出す。原作では、サホが異像に、密かな思いを寄せるようになった経緯や、若い列と良太が、どのように思いを通わせるようになったのか。 等についいいての詳しい描写はない映画、ドラマ、演劇家にあたっては、この問題に関して、それぞれが想像をめぐらし、オリジナルエピソードをも交えて、ストーリーを構成している。クラ1995年6月4日から7月9日、NHK 衛星、第2テレビジョンの、BS 日曜、ドラマ枠で放送。全6話、脚本、中島武宏、演出。 大山勝美、音楽、深草秋1996年5月15日から6月19日、NHK 総合の水曜ドラマ枠で放送。2002年2月15日から3月22日、NHK 総合の金曜時代劇枠で放送。春明かり、海へと続く、宮尾富子原作、松高子主演による三部作の第一作。他に、 平田光、つる、とじを、長寿歌え、大井出春、鈴木光恵、渡辺恵理子。NHK 総合の水曜ドラマ枠で放送時の視聴率は、第1回15.7%、第2回16.1%、第3回18.8%、第4回15.6%、第5回16.7%、最終回20.0%。 倉1995年10月10日公開。配給、東映、脚色、高田光二、監督、古畑康夫、音楽、佐田正史、服部隆高行サウンドトラック、公共組曲像。日本映画100年記念作品。岡田茂東映会長から、アメリカのアクション大作が年に3、4本、日本で大ヒットし、少々の日本映画では、立ち打ちできない。 アクションものはしばらくやめよう。代わりに日本古来の文化を描いたものをやろうと指示が出て松方弘樹の企画が採用された。松方が初めてプロデューサーとして参加し、東映と松方の松プロが制作費を切半した。監督には東映出身で当時はフリーの古畑康夫に依頼。戦後50年記念映画、奇形。 和田摘みの声ラストフレンズと共にこの年の投影の勝負作として、社を挙げての大動員をかけ、前売り券各50万枚、計100万枚を売り切った。キャスティングもともと、列役は宮沢理恵に決定しており、マスコミを通じて発表もされていたが、クランクイン直前に、突如宮沢が降板し世間を賑わせた。代役は、新人、一色さえ。脚本家、 高田孝二によると、もともと二番手だった浅野裕子がトップじゃないと嫌だと言い出し、宮沢側が話が違うと怒っての交番だったという。この騒ぎの中行われた制作発表の席上で浅野はクレジットはあゆうえお順かと思ったととぼけた。なお、宮沢演じる郷姫がタイトルロールになっている映画、郷姫では中台達也演じる古田織部が トップクレジットとなっているが、この時は問題は発生していない。撮影監督の古畑は、田野内列のキャラクターは、宮沢龍より一色祭の方が良いのではないかと、密かに思っていたため、ベテランの浅野優子や松方さんにごして一色が立派に主人公を演じてくれて嬉しかったという。ロケ地無事ヒット。1999年に芸術座2001年に、 帝国劇場で公演。BS 日曜ドラマ像。NHK。2021年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年3月21日閲覧。倉。春明かり。改善8枚セット。NHK スクエア。NHK エンタープライズ。2021年5月20日閲覧。新潟弁指導も行っていた。 テレビ視聴率気泡ビデオリサーチ。1995年配給収入10億円以上。番組日本映画制作者連盟 ABCD。文化通信情報。AV ジャーナル。文化通信社。1995年1月。67ページ。トップに聞く。監督を使う人材が必要。岡田茂東英会長。朝日新聞有観。 P11、ABCDEFG16 残念な、劇場離れ観客が通じ合う楽しさ大事に、消えた、主役名作ドラマ、映画の知られざる、交代劇、紀リ院花子の生涯脚本家、高田浩二インタビュー。ありがとうございます。